次はドラマみたいなポーズ、これスタティックって言うんですけど、せーの動き、はい、はい、拍手お願いします。拍手お願いします。笑顔は素敵ですね。はい、そっからサイドブッター難しいのが出てきます。ブルーラインの上で静止する動きっていうのはとても難しいです。ピップで、ありがとうございます。インスタフェイスブックどん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 上げていただきたいと思います。写真特許です。どんどん盛り上がっていきましょう。スタティックじゃあ、さあそれができると今度はスタティックの次は跳ねる。スラックライトといえば皆さんご存知ですけども、跳ねます。テレビで見たような光景ですかね。はい、お尻で跳ねて、これがバットお尻で跳ねるバットバウンス。その次、お腹、胸で跳ねるチェストバウンス。こういったお尻、胸などを使って跳ぶんですけれども、まだまだこんなに跳ねる場所あります。やってもらいましょうかね。さあ次はどこの体を使って跳ねるんでしょう。皆さん注目、なんと背中で跳ねます。背中で跳ねるのをバックバウンスって言います。これできる選手なかなかいないです。はい、皆さん拍手お願いします。基本でもさ、やった後今度はひねっていきます。180度、180ラインの上に向きを変えます。180度回るのを180って言います。これスケボー、スノボをやってる方はなんか共通用語じゃないでしょうかね。ラインの上で180度回っております。皆さん、わあすごい頑張ったら拍手お願いします。ありがとうございます。次180度回ったということは、さあ予想できますか。皆さん360度1回でしていただきましょう。ナイス、360キロで決めております。お腹でキャッチします。さあ、なんかやってくれそうですね。スパイラル6時期1回転、これかなり難しい技になっております。まあ、拍手お願いします。横回転180度、360度。次、縦回転、この5センチの浜の上で縦回転していただきます。須藤美桜できたら拍手お願いします。フロントフリップ縦1回転回っております。縦だけじゃありません。彼女は後ろにも回ることができます。さあ皆さん拍手お願いします。後ろ1回転バットバック、こんな感じでどん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 技の難易度が増していきます。後ろ1回転スカイダイブって技です。お腹でキャッチしてます。さあ次、フロント1回転フィアです。これ目線の高さから1回転してお腹でキャッチするのでとても怖い技です。難易度も高いです。次はですね、こっちのスラックラックっていうものに場所を移して、こういうのでもいろんなことができるんだよっていうのを見ていただきたいと思います。最初に今見た感じで、私これやってみようかなっていう人いらっしゃいますでしょうか。はい、なんか背が高いピエロじゃなく、はい、誰かやっていただけないでしょうか。お二人やってほしいと思います。